東京都台東区谷中の町にとある洋裁のアトリエがあります。名前はアトリエおはり箱。ズボンの裾上げや服のお直し、ジャケットやコートの竹詰めはもちろん、着物からドレスにリメイクしたり、お気に入りの服や生地をオーダーメイドで全く新しいカバンや T シャツに生まれ変わらせることもできます。そしてこのアトリエおはり箱のオーナーは何を隠そう、私、和孝の母親でございます。アトリエまでの道のりは JR 日暮里駅から谷中霊園を通って徒歩約8分のところにあります。その道のりをちょっと紹介していきましょう。早送り。日暮里駅の南口から西へ向かって階段を上って道なりに歩いていきます。谷中霊園の案内図が出てきました。そのまま道なりに曲がって、そして進んでいきます。この谷中霊園には渋沢栄一、横山大観や鳩山一郎などの著名人が眠っているほか、江戸幕府最後の将軍15代徳川慶喜もこの地に眠っているのです。緑豊かな木々の間から東京スカイツリーを眺めることもできます。まさに東京の下町の良き風景を味わうことができます。撮影中にオーナーである母親と、それと実の弟と合流しました。なあ、これ YouTube とかに上げても大丈夫か？モザイクかけてくれ。無理だ。え？なんだこれ。これはまずいな。それは著作権にさすがにね。肖像権。肖像権か。てかない動画なのそれ。ずっと撮ってんの。マジで。はい、なんか喋ろう。え？はい、なんか喋ろう。なんか喋ろう。うん、そうだな。ここはどこですか？ここは。あれ、ここどこだっけ？もういいです。ちょっと年取ったからな。いやー、焦りつったな。あ、映しちゃいかんものもあるから。東京のアトリエおはり箱。谷中の町にある。洋裁のアトリエですね。というか、まああれです。うちの母親のアトリエです。服作りが好きでね。それで上京して、洋裁のお店で仕事をしながらこうやって、とうとう自分の何？うんまあ、外野がガヤガヤしていますけど。外野だけに。うるせえはい、失礼いたしました。このように自分の洋裁のアトリエを持つことにまで至ったっていう。すごいな。もうほんまに尊敬ですわ。もう自分を育ててくれてる時もね、傍らこう子育ての傍らね、チク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 とこう針仕事をこなしてた記憶がすごくあります。そんでその頑張りと情熱とかがね、こうやって形になってすごい。日暮里から歩いてだいたい10分ぐらいかな、谷中霊園を通って、この谷中のアトリエおはり箱というところにうちの母親が店を構えております。洋裁のお直しとか着物をリメイクしたりとか、こう手提げカバンとか、今ではマスクとかもね、自分で縫って販売しておりますので、まあお近くにお住まいの方とか谷中に来られた方とか、よろしかったらぜひお立ち寄りください。アトリエおはり箱でございます。うっとうしいなお前は